おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。と今日からですね、マイクロビットのシリーズ、JavaScript の勉強しようということで始めています。で、まあ、前回、前々回っていうか、まあ、先週、先々週とでどんな教材がいいかっていうのを探していて、YouTube の配信的にも大丈夫ですよって言って、パイザさんから返事をいただいたので、まあ、先週見てきてこのコードクロニクルっていうのをやってみようということでここを順番にやってます。前回簡単にやったんですけど、まあアカウントまず作らなきゃいけません。初めての方はここで無料登録で、アカウント作っていただければと思います。私は GitHub 連携か何かで始めていて、アカウントを持っているとこんな形で前回の続きからというふうになります。私自身はとマイページがこれなのかな。で、ミッションカード、いろんなミッションがあって、2日目のログイン、さっきこれをなんかプレゼントがあるので受け取ったんですが、とこれで進めていきます。で、探索と、それからと探索の中に入る とこのページに来まして、言語が選べるというふうになります。で、この JavaScript っていうのが、まあ、マイクロビットと連携がいいのでこれをやろうということで、この Java プログラミングというところで、あとこの後ゲームに沿ってやっていくというふうな形になります。今日じゃあこの続きをやっていきましょう。はい。で、これを押せばいいのかな。で、旅立ちの時クリアしているのは終わっているので、おまじない、アイテムを使うと有利に進められますということで、なんかいろいろ溜まってるんですけど、とにかくゲームをスタートしてみます。できた、GO。 で、コメント出力、パイザを出力してください。はい。で、JavaScript ではこのコンソールログっていうところにパイザってやれば、これで、あとは検証してくれて、これで OK と。ドスコアとで飛んでてきます。で、この後も基本はまあこうやってどんどんスキルを貯めていくと、ここに猫喋ってくれてますね。で、コンボで点数が溜まっていくと。あ、で次は自分で押さな、コンソールドットプリントだったかな、コンソールログかな、なんか頼ってばっかしで自分でちゃんと覚えてなかったのがバレてしまいますが、でセミコロン最後、これで、正解だったみたいですね。でどんどんこういうふうにちょっとずつ違うパターンで、ソールドットログと間違ってるところを直していくような感じで、こうどんどんで結果を見る。で、これの速さだとかを評価されて点数ができて、で、これでストーリーを見る。あ、これで話が一つ進むんですかね。こんな形で、で、クリックするとメッセージが進んでいって、で、まあ、この2人が冒険していると。で、これが、まあ、召喚獣ではないですかね。ペットみたいな形で、トンを追っかけてきてくれるっていうので、どんどん、こう、レベルを貯めながら進んでいくというゲーム感覚で勉強できると。はい。こんな形で進んでいって、
で、この動画学習っていうところで本来は勉強するんだと思うんですが、ちょっとこの動画学習は皆さん自身で見ていただかないといけないと思うので、ここは皆さんで見ていただいて、どう勉強するということでしょうか。で、これを選ぶ。ちょっとどう、ということで、今回は、私の顔がこの辺り出てこないですね。ちょっと確認してみます。はい、遅ればせながら私の顔を出しました。はい、で、動画学習を見る。これもまあ、ここのコンテンツはいいって聞いているので、これをクリックしてみましょう。まだ私もやり始めたばかりなので、ここで習う JavaScript の勉強が、これだと5分間これを見るんですかね。で、いろんなコーディングをして、計算をして、で、ここで、ラーニングだとか、動画の、これを押すと、まあ、ここで JavaScript を始めましょうっていうので、こういうサイトにつながっていくと。多分こっちのサイトあんまり映したらよくないと思うので、ちょっと戻ります。ちょっと待ってくださいね。はい。で、この動画学習とかいうのは、これは皆さんで見ていただければと思います。だから、この私は何、ある程度知っているので、これをクリックして、ステージをどんどん進んでいくんですが、皆さん自身はここの動画学習だとか、自分でアカウントを作って進めていけ、いっていただければと思います。これで今日6分ぐらいなんですかね。で、これをやってると、なんか違うなっていうところがあるので、ここでですね、一旦ちょっとこの画面に戻って、で、このまま、まあ、JavaScript の勉強をコードクロニクルさん使ってやっていくっていうのはいいんですが、やはり私自身はこのマイクロビットとつなげていきたいので、ちょっと今日は脱線するかもしれませんけど、マイクロビットのページ、ちょっとこっちへ戻ってこようと思います。はい。まだ、今週、このシリーズ初めてなので、やっぱりマイクロビットとつながっているっていうのが私やりたいことなので、で、これで、Python エディターはちょっと使えないんですけど、Make Code Editor で、新しいプロジェクトで、JavaScript、ちょっと01かなんかにさせてもらって、JavaScript にして、で、これ Forever なんですよね。で、ここにさっき習った console.log、これ書けるんですよね。例えばこれで by the セミコロン。こうやるとどうなるのかなっていうのがちょっと個人的に楽しみ。多分基本的には何も出ないと思うんですよね。これ、ここを押しても、これで終わりで。でもここに出てるんですよね、パイザって。コンソールってやるとここへ出るのか。っていうので、習った内容を、このフォーエバーってやると、これずっと出てくるので、例えばこうやって、ここに入れちゃって実行して、シミュレーターで見ると、ずっとパイザパイザパイザって出てるんでしょうね。こんな風にして、コンソールっていう文章を使うと、ここに反映できるので、だからコードクロニクルで勉強した内容を、このマイクロビットの、ここの、JavaScript に変えて、ここに習ったコードを書いてみると。で、リーディング&ライティングデータトゥーザーコンソールアウトプット。で、コンソールはこれでちょっと切り替えなきゃいけないんですが、コンソールはこれで確認ができるということなので、このままマイクロビットのエディターで作ったと JavaScript のプログラムを確認することができますよっていうのもちょっと分かったので、早速習ったコードをここに書くと。で、あと、コメントはこうですよっていうので、ログアウトプットっていうふうにしてやっても、ちゃんとコメントだから、これでちゃんと動くはずで、で、パイザー1個だけ出ると
いうふうになっていて、これで一つ保存ができます。でこれをこんなので公開して意味あるのかな。これでパブリッシュシェアしてみましょうか。でこのリンクを皆さんに、まあ私であれば YouTube の概要欄に開くんで、これを共有すると、あ、これがちゃんと出てくるんだ。ということでここでやった内容もこのマイクロビットの環境で移せると。だからマイクロビットのプログラムを組めていないんですが、マイクロビットのメイクコードエディターの上で、まあ、習っていった JavaScript の内容を勉強するということができそうな気がしています。今はまあコンソールログを出しているだけなんですけど、これをちょっといろいろできそうですよね。で、これを、これで、なんか関係ないのに。で、これ戻って。これブロックには戻れないですよね。あ、戻れるのか。あ、戻るとこんな灰色のブロックで、コンソールログパイザっていうブロックが出てくるんですね。こんなのも発見かもしれません。まあ、こういうふうにしたら、今何やってるのか自分でもちょっと分からなくのはなっているんですけど、いや戻れないと思ってたんですが戻れるんですね。でするとこういうブロックができると。でこれを複製してここを入れると、さっきやってたんですけど、こっち戻ったらここに入っていて、あ、こんな風になるんですね。これもちょっとやりながら、ちょっと初めての発見かもしれませんが、ブロックでもこんな風に出るということで、そうですね、これでパイザさんで勉強したコード、コメント消えちゃってますね、行き来すると。ここにコメントを入れてたんですが、コメントは行き来すると消えちゃう。これ嫌ですねとは言っても仕方がないのかな。これは、コメントは消えちゃうっていうことで、ごめんなさいしかないかもしれません。はい。ということで今日はちょっとまあ1回目なので、いろいろ試させていただくということでご了解いただいて、まあせっかくコードクロニクルをやるんだよっていうので調べてきたので、これでまあコードクロニクルさんでちょっとずつまあゲームを進めながら、ただゲームをの実況するための動画を撮っているわけでもなく、でプログラミングの勉強する動画を皆さんと一緒に見るっていうのも現実的ではないので、皆さんには皆さん自身でアカウント作っていただいて、私はまあコードクロニクルさんの中のまあゲームをやりながら、まあ JavaScript をまあ段階的に勉強していくっていう、なんていうんですかね、私は我流でしか言語を勉強していないので、まあこういう言語教育を順番的にやっていく、まあ一回1年だけ授業を持ったことあるので、一応 C 言語の流れは分かっているんですが、まあそれをちょっとフォローしながら、どの辺までが初級なのかなと。で、まあ、どこぐらいからもうワンランク上の言語になるのかなという、そういうちょっと言語教育の並びっていうのを、まあ、個人的に勉強したいのも兼ねて取らせていただいているので、そんな雰囲気で進めさせていただきたいなと思います。で、やはり最後はマイクロビットとの接点っていうのは残しておきたいので、習っていったことをメイクコードエディターの JavaScript の開発環境の中に落とし込んで書いてみると。でコンソールログをやってみたら、ちゃんとコンソールにも表示されるので、あ、よかったなっていう感じで、ちょっと実は予習もせずぶっつけ本番でやったんですが、まあコンソールでちゃんと出てくれてよかったなと思っています。はい、ありがとうございます。と今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水は JavaScript の勉強をしながらマイクロビットのメイクコードエディターを活用しています。で、木金土は WebVR の勉強をしていますので、もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。